はいいどうもクッポンでございます明日ではなく、あさってですかね、えー、土曜日の晩に、今25なんで、27のね、えー、22時発で、えー、YouTube ライブをやろうかなと思っております。うーでですね、えー、まあ結構、なんだろう、私事なんですけども、えてます。うっていうのも、株がですね、えー、もう下がらないだろうっていうね。 ところで、えーまあ、それで、押し目買いみたいなことをやったんですけども、なんてことはないですね、えー、そこからずるずると下がりまして、これ、5日間で見ると、まあ、こんな感じで出てますと、でここの下げがね、き、えーまあ、今日の下げではなくあ、ここの下げが今日の下げだったんですけども、 あのー、今月、ですねでかい下げっていうのが何個かあったんですよ、ここの下げと、ここの下げと、こ,ここの下げ、あともう1個ね、ねどっかあったと思うんだけど、ここと、ここと、ここと、ここ,こ,こかな、はいでえー、どのぐらい下がったのかっていうと、今、株の話しています。 え冒頭からで,、ねえー、でこれねこれ1位はあこれ2月6なんですけどもここを見るとこじゃなくて。 えー、実はですね、まず、うまあ、日経のね、18年の暴落うですよね、えー、まあ始まって、相場が始まって9時に始まって、15時に終わると、でその暴落率が一番高いのが10月の11の915円、で、まあ、あまあランキングでいうとね、3番目がそれでしょ、で4番目が604円。 で次があー、これなんですよ、423円なんですけども、で見ると、こ、まあ、今年のです、ね、日経の暴落のランキング15まで取った場合に、今日の下げですよね、800円、えー、かな、あの下げっていうところを見ると、822円ですよねで。この下げを見ると、ですねランキング15位まで見た場合に、4つですね。 4つがあもう今月の下げっていうところになってますんで、ここ注,注意というかね、ね、まあ、これぐらい激しいですよっていう話ですね。であのー、これについて、ですね、まあ、私なりの勝手な見解を付け加えさせていただくと、まあ、日経が下がったのはいいよと、お置いときましょう、ねえ。皆様には何の関係もないので、ここは置いときましょう。で えー、うーん相場のですね変化には必ず何かのね予兆があるっすっていう話をしてますね、これはね。えーまあ、人生の天気、まあ、何でもいいですけども、何かの予兆がありますよね、人の出会いだったりとか、あ人の別れだったりとかね、ね、えーまあ、田舎から出るとかね、そういうのもそうだと思うし、えー、そういうのがあるじゃないですか、天気っていうの。その一つの天気がひょっとしたら、あこのですね日経の暴落、もちろんダウンも、ね、下がってからの日経 なんですけどもこれが仮想通貨市場に資金が流れる予兆なんじゃないかなっていう捉え方が私の勝手な、ね、見解でございます。で、まあのー、これはあくまでも妄想上でお話をしているので、これ以上でもいいかでもないんですけども、あのー、それはですね、まあのー、ここからですねどういう動きになっていくのかっていうね、えー、ところですね、毎度毎度言ってる、もうここがね、もういいんじゃないのと。 ここういういとこね、1年で見た場合に、もうこれ、そこがね、切り上がってきて、えー、安値がね、切り上がってきて、上がる準備、いいロケット台ができてんじゃないのっていうね、えー、お話でございます。で、えー、こっからですね、まあ、この記事まいりましょう。えー、バックとビットコイン、先物、来週にも当局承認。 いいうう、ね、メディアがが報道っていうのが出てます米インターコンチネンタル取引所が運営する仮想通貨プラットフォームバッ,クドバックドが計画している現物受け渡しのビットコイン先物取引について来週にも当局から承認を得る可能性があるとの 報道が出ているテック系のメディアザ・ブラックが25日、匿名の関係者の話として伝えた。バックドは機関投資家に向け仮想通貨プラットフォームを設立しようとしている。バックドは今月22日、ビットコイン先物取引を20 12月12日から開始すると発表している。ザ・バックにより によればバックドはここ数週間、米商品先物取引委員会との間で認可を得るためのやり取りを続けてきた。事情に詳しいという匿名の関係者の話によれば、来月初めにもビットコイン先物契約の承認を得る見込みだという、またザ・バック、ブラックですね、失礼。 の匿名の情報源によればバックドの先物商品はシカゴの DV トレーディングが取り扱うというシカゴですね、えー、っていうようにですね、まあ、世の中の変化が徐々に起きてるっていうのはもうねここ1週間の流れなんじゃないかなっていうねところでございます本当お世話ねお世話ねおせおね あの日本の、ね、取引所に対して、えー、このね仮想通貨、えー、納税に対するねデータをー、まあ、取引のね データを各取引所に対して、個人がね抽出しやすいようにまとめてちょっとこういうお話も出ているのもそうだし、こんなねお金の同じ形ではあり続けないとかね、これは今までねないような表現ですよね、仮想通貨は今までは必要だよと、もう中央集権には頼ってらんないよと。 こういう形では言ってたんですけども、あのお金の形があ永遠に同じ形ではあり続けないという表現というのは、なかなか今まで出てこなかった表現ですよね、こういうものとかも、あのー、本当にね、えー、こういった感じで、なんだかんだとお悪いねおっとるお、コールドウォレットとか、 あの方にから資金が抜かれたっていう話もここ1週間でありましたけどもとはいえ状況的にはですねだいぶ整ってきてるんじゃないかなと思いますこういったね57種類の仮想通貨取引 ペア廃止っていうのもそうだと思うし、流動性が低下しているからあー、うちの取引所では,、ねえー、取引条例は扱えないよというのの仮想通貨の整理っていうことをしてるのも、もちろんね、えー、この試合を整えるためにね、必要なあ、まあ、手段というかね、えー、そんな感じだと思いますんで、まあ、本当にね、もう準備がどん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 ん整ってきてると。まあこれプ そうですよね前日比が420%で今は今日なんかもう20%からあおそらく30%、40%あたりで、えー、推移してるんじゃないかなと、プマね。で、イスラエル案件がどんどん。 ーまあ、プンは下がってますね、11%下がってますけども、エンドロールが良かったりとかね、19.66%上がってたりとかしてますんで、まあ、本当にちょいちょいね、えー、上がりながら叩かれて、叩かれて上がって、上がって叩かれて、上がって上がって叩かれてみたいなね、えー、そんな感じになっていくんじゃないかなと思います。徐々に上、徐々に上と、こういう感じでね。 動いていくんじゃないかなと私は思ってますんで、まあ、その辺をですね、ん、え、を、ーまあ、見ながら、ですねこれからの相場に向かっていければいいなと,と思います。資金を、ね、どう入れるのか、準備できる資金があるのか、あるいはないのか、なかった場合に、じゃあどうするのかと、もうそういったところを普通にもうね考えて、動ける方動いていっても全然いいタイミングなんじゃないかなと思います。 あの金持ちが株でだめならね、日本株でだめなら、じゃあ、仮想通貨来てるんであれば、仮想通貨に資金入れるよっていうタイミングで、ドボドボといろんなね、なんていうのかな、いい情報っていうか、前向きな情報がずんずん出てくれば、これはみんな入ってきますから、みんな入ってくれば、仮想通貨市場盛り上がって価格は上がりますからね、そういうタイミングなんじゃないかなと。で、日本株はそのタイミングでおそらく暴落と。 まだ1回上がると思いますけどね、1回年末に向けて、こんだけ叩たかれてるんだけど、年末に向けて2万4万四千を試すぐらいの勢いで一旦上がると思ってます。はいえー、なんですけども、これはいわゆるう、まあ、市場がね入れ替わる前触れなんじゃないかなっていうのは、私の捉え方です、株はね、株と仮想通貨のね、はい、の余震、まあ、じゃないかなっていう見方はしてます。はい っていうところで,ですね。バリュー行きましょう、えー。ナンバーネイルかなあーっていうところで何屋さんなんだろう。美容の最新商品の状況をいち早く届けます。バリューアの皆さんすべて10%で購入できますと。髪を切るのにね、10%引きでやってくれるってことなんですかね。で、美容室と美容健康で30日1時0 7分 25V へ保湿と。 有益な情報を届けますっていうところで、今の現段階ではヘッダーにこう出てる方がね、これ、お店でね出してるバリューっぽいですね。はい、面白いですね、これはね。法人契約のバリューっていうことになりそうなので、まあ、これからね投稿をお待ちしましょう。まあ、若いね えー、この方なんかまあ20代、まだ前半っぽいし、まあ、この方もそのぐらいか半ばぐらいですよね。えー、この方においてはまあ30歳行くか行かないかぐらいなんじゃないかなっていうね。えー、皆さん若いですよね、うん。6人ともね、えー。この方々がこのね、えー、バリューのこのお部屋をね、 盛り上げていただくもちろん美容室なんで、そのお店をね、紙切り屋さんをしっかりとね、盛り上げて、その中にあるこのバリューというものをまたね、盛り上げてくれて、投資家をね、喜ばせてくれるんじゃないかなという感じでございます。まあ、物事はね、あくまでも前向きに捉えていかないといけませんね。どんなことでもね。で、志村さんでございますね、お次はね。で、こちら、アートでございます。はい。 30日の2時02分、50部 A を放出と、その人ならではの個性、キャラクター、才能を生かした仕事をして、多くの人を自立していく社会と、これ非常に大事だと思います。あのー、私なんか本当にね、今勤めてるたところではね、本当なじまないと、うどうしようもないぐらい、まあ、普通のね、 人であればあー、まあ、怒ってしまうんじゃないかなとて私の今の状況だと思うんですけども、それをねなんとかね、えーまあ、もちろん同じところに居続け,居続けたところでの応用なのかもわかんないんですけども、それをなんとかねまと、まとめてくれるというか、許してくれる人たちがあ、なんだかんだ言いながらね、いるから、今のね、えー、存在というか、こんな YouTube をしながらね、 えー、まあ,あ、仕事っていう、そのポジションをね、奪われずに、こうね、置いていただいてるんじゃないかなと思います。これはね、やっぱり私っていう、せっかくこれ出たんであれば、出続けるっていうね、えー、形を取りますんで、本当ねね、こういったことなんですよね、要するに個性、キャラクター、才能を生かした仕事をしていくと。 で、私もこれは始めるまではですね、全然分からなかった。これは何十回、何百回って言ってきてますけども、もうこんなにこの男がしゃべるのかと、人とコミュニケーションもそんなに取れないこの男がですよ、協調性がない男がこれだけ喋れるわけです。っていうのもやってみないと本当にわからないです。人生ね。えー、まあ相場も張ってみないとわからないってとこで。 えー、皆さんもですね、本当に何が起きるかわかんないんで、えー、出る杭いは打たれるんじゃなくて、今の時代は、ね、出るくいはあー、出ない杭いは抜かれるっていう時代に入ってると思いますんで、とにかくポジションを持つと、自分で動くとこういうことをやっていったらいいんじゃないでしょうか、本、ね、当、えー、大事なことだと思います。っていうところで、健太さんに移ります。 はい、こちらはですね、ライター・ディレクター、ビジネスっていうカテゴリーで、フリーランスとして自立する手段の一つとして、ウェブライティングを、ライティングからライティングを学べる活動拠点を作りたいと、30日の2時02分、2 5分へ放出というところでございます。フリーランスの固定費を下げ、安心して質を追求できる環境を作りたいと。 ライティングは質が高い。ユーザーの検索意図を盛り込んだかな。あー記事さえ提供できれば、すべての人にメリットがあるビジネスです。ユーザーは欲しい情報を得られ、記事の滞在時間や観覧数を増えると上位に表示され、 さらに多くの人を助けることができるわけです。なので、私と私の周りにいてくれる人たちは質の追及をやめません。そのため、活動拠点を作りたいという一心でバリューの世界に飛び込んでみました。右も左もわからない新参者ですが、仲良くいただければ嬉しいですというね、えー、形ですね。本当にこれもそうだと思います。この、ね、主張というところで、えー、もう本当にね、 本当それに尽きるんですよね、バリューをこうやって紹介をすればするだけ、みんなね、子に対する重要性っていうのはみんな分かってて、もう組織に依存するっていうね、ところではないと。で、竹中平蔵さんの話を前にしましたけども、今の大学生は一つのところでポジションをね、終えようとしてる、うん、マインドではいないみたいですよ。 いないいみたいなんで、まあ、本当に今のね、若い人ほどを別に人の一つのね、組織に対して馴染もうと思って、いわゆる一生懸命とか頑張るとかっていう,う生き方っていうのはしていかないと思います、私はね。はい,っていうところで、お次でございます。翼さんでございますね。新しいことにチャレンジする方を支援したいと。2. に、ストリートサッカーを楽し,親しみと夢のあるものにしたいと。 えーいうところで、弁護士、日本ストリートサッカー協議会理事っていうね、法律っていうところのカテゴリーで、30日の2時02分、25分へこいつとこういうとこです。あ、これいいとこ出てるよ、これ。あのね、私、大学行くのって本当にちょっと馬鹿げてんじゃねえかなと、本当に思ってるんだけど、この和製だとかって聞くと、大学の中ではね、アジア大学って今どうなってるのかわかんないんですけども、その個性を生かす、 大学なんですよ個性というか変わったとこなんですね。あのー、マニュアル7割が日本の教育なんだけどもどうやらその7割が発想に化けてるんじゃないかなっていうのは早稲田大学卒業の人って何かあってるんですけどもやっぱり変わってるんですよ。うん。あのー、なのでこれはねちょいと期待したい。はい。面白いですね。えー、動きがね。 で司法試験合格されてますんで、これ、弁護士さんですね、落ちておこはいで、特許を含めた各種、うん、知的財産法をスタートアップ、スポーツを中心に、企業法務を取り扱う弁護士です。新しいことにチャレンジするる。方が増える ををチャレンジしやすい環境を作りながらリスクエッジ成功した時のリターンが大きくなるための戦略構築などの支援を行っています。また、高校球児であったこともありスポーツに恩返ししたいと思っており日本ストリートサッカー協会での維持などスポーツ関係の仕事も積極的に取り組んでいます。スポ ストリートサッカーは新しい夢や楽しみを生み出す大きな可能性があるスポーツだと思っているので、こちらの普及やストリートサッカーで生活ができる方が出てこられるよういろいろ取り組んできますというところですね。はい、はい。い。 でございます、えー、とこちらを見るとですね、所属が中村合同特許法律事務局な事務所になってますね。合同なので、この方も絡んでる会社っぽいですよね。どうも。うん、っていうところでね、えー、次の動きを期待しましょう。投稿ね待ちましょう、えー。非常に面白いですね。面白い方がやっぱり増えてる。ねえー、もうそこに尽きると思います、うん。今私全然見てないですけど、このコパさんとかね、 やっぱり動いてますよね。94.2ビットコインとかね。BTC とか、あなんだろうな。トレーナー系で全然見てないんだけど、見ていくと、結構伸びてる方もそろそろ出てきてるんじゃないかなと。全然見てなかったからね、こういうの。うん。だから、まあ、下手にね、その方の部屋入っちゃうと、 おーあれだよね、限定公開でしてるものを開いちゃったりするんで、ちょっとそれはあ差し控えますけども、こうやって表から見ると、非常にね、えーまあ、この方も紹介してますし、まあ、チャコさんもなんか紹介したいような気がしますよね。FX トレーダーの星俊一さんも紹介させていただいたりとか、あーとにかく、猫サミットさんもね、あ、面白いよ、これ。ね 上がってますね。えー、だったりとか、まあ、このコロの方もね、紹介させていただいて、今現在 QBTC というところで、まあ、本当にね、動きが出てますね。えーまあ、この方は私より早めに、ね、始めた方ですね、えー。っていうようにですね、あセミさんもね、えー、この方も私より早くね、えー、始めてます。は早くは始めてんだから、自分が遅いんだか、ちょっとね。 えー、バ,リバリをね、全然売ってなかったんで、全然わかんないんですけども、始めたのはね、私もそれなりに早かったんだけど、あのー、バリを活用してね、えー、やろうとしたのが本当最近なんで、っていう感じですね、なかなかの動きが、動きが出てますんで、はいこちら、の楽しみにしていきたいと思います。えー、でね、えっ、ー、とね、あ安田さんね、 あこれ安田さんの話しましたね。あジャスダックはね、今プラテンして動いてますので、明日のね、全場、今のポジションを持ってる方ですね、そこで変えた方は、明日はですね、多分、いいとこ見れるんじゃないかなと思ってていいんじゃないかな。これ反発してますよね。散、え、々、ー、下がったところかね。で、23時に、あれよ、アメリカの市場が開くんで、そこで もっと動きがバカンと。さすがに一回反発してもいいのかなっていうところはあるので、まあ、こんなんだからね。うん。うん、総合質。えー、これもですね。これも一緒なんですよあの。23時にならないと動かないです。はい、ここね。 まあ下がってもね下が2て1000円までで言ってもねあと250円も下がるのかって話になるんだけどもそこからは一度ねえこれ今の株の話してますけどサポートみたいのがあるんであれサポートねねえなあこれねサポートになっているところが1箇所、2箇所、3、4、5、6、7、8箇所ねここの値段で交わってるんです。よ だから、あー下がっても本当この辺なのかなと、限定的にね。でここなんかは本当にこことここが、ねえー、接点取ってますよね。えー、っていうところで、サポートは一応その辺にあるんで、まあ、下がってもその辺で、その辺から反発をしていくんじゃないかなと思います。徐々にね。はい。で、年末に向けてまだ2万4000、2万5000に動けばいいんじゃないかなと思ってますんで。はい。ただ、 あー今回のー株の動きっていうのは、いわゆるこのね BTC ですね、ご承認とか出てますけども、こっちにね、資金をが流れる動きになってもおかしくないんじゃないかなと思ってます。はい、えー、っと、これ、あれです、うん、とニューヨークのね、下げからのどうなったのっていうものなんだけども、そんな下がってないんだよね。うん、下げがあってもぐらい、ね、これうんね、そうでしょ。 だってこれ、暴落あったってさ、戻ってきてるし、その暴落、まあ、ある前もね、株下がってるんだけども、そういうとこは上がってる部分もあるでしょ。うん、だからそんなにね、言うほど BTC は影響を受けてない。ねうんまあ、そういうことよ、ねえー。まあまあ、あまあ、仮想通貨のね、市場、BTC 市場、お金、ねえー、仮想通貨ありますけども、問題なく見てていいんじゃないかなと思います。 また長くなっちゃったなっていうところでね、えー、バリオはやっぱり見てると面白いね。うん。バリオやっぱりやっぱこのままやっていきましょうね。はい。新しい方が出れば紹介してね。えー、まあ本当に今資金なくて、昔みたいに買えないんですけども、とはいえね、本当 BTC の今世の中になってくれば、これはですね、必然的に今の価値が上がっていくので、えー、それはね、バリオはの皆様も皆様もね、 私もそれはウィンウィンのね関係でいられるのかなと思っておりますんで、あとは本当にねちゃんと利益をね取りながら動くっていう、今度、利益を取るっていうよりは、もう、地合が変わってくると思いますんで、そのちょぼちょぼした利益を取らなくてもいい試合になっちゃうんじゃないかなと私は思ってます買っって持,っとけ,持っとけばいいいのよみたいなね そんな人間になっちゃうんじゃないかなと思いますんで、まあその辺はね、正直どう相場のことなんで、まあ今回の日経のこともね、私は惜しめだと思って、先日買ったのがまた今日叩かれてね、やられてるわけで、33%くらい結局食らいましたね。はいえー、信用の一つの、証券会社の一つの口座です。信用っていう信用枠を使っての口座で33%マイナス。単日ね。 うん、ビットコインもだて、ビットコインっていうか仮想通貨市場より動きあるでしょ、うん。こんなもんだからね。仮想通貨市場の7日のね、動きに勝るわけですよ。こんなね。えー、そのぐらいやっぱり動かせる。で、人によってはね、ソフトバンクの、ね、サウジアラビアでしたっけ の件でソフトバンク暴落してますよね今日も下がってたんだけど、あれでね、な,なんだろうな、ロットを 3, 3万株にして、でまあ、信用、売りをかけたですね、その方はね。で、それで1億円ぐらい儲かったみたいですよ。でも3万株って単純に言うけども、ソフトバンクの株が当時1万円を超えてたわけですよ。 で、1万円ってことは、3億円のロットを持ってたってことなんですね。信用枠入れても。で、信用枠で3倍ってことは、まずやらないでしょうから。ってことは、あまあ、1億5 0 0 0万とか2億とかね、えー。もっとあるのかもしれないですね。3から5億ぐらい持ってる方がそれをやったんじゃないかなと思いますから。あーやっぱあるところにあるんですよね。お金はね。うん。で、あと信用ね。株の信用について1点なんですけども。 東証一部、東証一部のものであれば、ほぼできると思ってていい。ただあ、証券会社によって違うので、で、マザーズだとか、あ,あとなんだあー、マザーズとなんだあー、もう一個あるんだよね、新興のね、市場が。あ東証二部だと若干やりやすいのかなっていうところは、 あ感覚的にあるんだけどもそれもね全部が全部私知ってるわけじゃないんで、えー、ただ見立てとしては東証一部であれば空売りはできそうですうん、うん、なんだけどもそれが進行であれば空売りができないんでねそこが進行の弱いところですで東証一部の強いところは、えー、空売りができるところあとはあ企業が比較的安定って言われてるところね パナダとか、パナソニックだとか、東芝だとかね、他にもありますよね。今回のソバンクとかね、えー。一つの、まあ、ソバンクの場合はね、今回の事件において、えー、スコンと落ちたんだけども、おまあ、結局、まあ、改ざんとかね、高田とかっていうのもありましたよね。エアバッグのあ、あのー、なんだ数字を改ざんした。事故って死んじゃったんでしたっけ、ね、人がお亡くなりになりましたよねで。ああいうこととかあれば、本当にね、 企業のの価値っての大塚家具とかもそうです大塚家具はあ企業の価値っていうよりは、まあ、企業の価値あれなんですよ。娘さんに株を、ね、51%以上握らせちゃったんですねで。そしたら、親父さんと娘さん一緒にいた,いたのに、会社の大塚家具にいたのに、娘さんが追い出しちゃったんですよ。親父をね。で娘さんが親父を追い出しちゃったら、もう会社ずたロ。で、株価低迷。 っていうこともあるのでね、もう経営がずさんなんでしょうね、全然。うん。まあ、あの娘さんの方がなんかしっかりしたね、えー、会社、会社っていうかあ、なんだ、大学っていうかね、えー、経済系のとこを通ってるみたいなんだけども、それでもダメだったわけですよ。うん。ね、えー、結局、なんだろうなあー、弁学、いわゆる弁学っていうのと、本当にね、 えーまあ、仕事で利益を上げるっていうのは全く別物なんだよっていうのがあまざまざとね分かったんじゃないかなとあのニュースでね、うん、でまた親父さんは別の家具屋さんを建てて、えー、経営されてるみたいですよそこは比較的順調にね動いてるらしいです、はいまあ、だからまあほね株っていうけどもと難しいとこはあります難しいとこもあるんだけども 全体像としては日本の株 ETF っていうのを政府が買わなくなったら、ね、借金をして買わなくなったらもうそれで日本の、ねえー、株価っていうのは下に動くような動きが出てきて十分なんでね。 で、そこのパンクを私を待ってるんですよ。で、私は待ってるんだけども、待ってるだけじゃつまんないから、あ短期でね、動かし始めてるんだけども、で短期で動かした理由は、資金がでかければでかいほど、その暴落で儲けられるじゃないですか、ショートをね、入れられるんでね。えー、と言いつつ、資金がなくなってるっていうのが現状でございます。これが相場ですね。はい。ただ、一点、救いがあるのは、2年以上保有してるものが、 今、プラテンをしたりとか、まいてんしたりとかって動きが、出来高が出てきてるんですよ。で、プラスで何万とか上がったりプラ、マイナスで10万とかね、なったりっていう動きがすごい出てるので、まあ、あそこはね、動きがあるうちに、こう、上にバンバンって弾ければ、時価総額はね、60億くらいのとこなんで、少し資金があれば、バンバン上に弾けると思うんで、まあ、それを本当待ってる感じです。 それが成功するかどうかっていうのは本当にわけわかんない。本当にわかんないんですけども、そんな私の相場環境でございます。で、やっぱり大変ですね、今ね。うん。なんだけども、まあなんとかなるでしょう。ん。なんとか生きてればなんとかなりますから。はい。っていうところで、皆様もね、仮想通貨でめげないようね、私も相当戦かれてと思います。単日で33%ですからね。単日で、それも一つの,あの講座なんで、他の講座もね、 そのぐらい同じぐらい叩かれてるんで。うん。ま、だ,だから7桁ぐらいいってんじゃないですか。うーん、ここ2日くらいで含み損が7桁ぐらい。はい。っていう感じでございます。まあまあ、あねええ。なんとかやっていきましょう。っていうとこで、えー、素敵なコインライフをお送りください。で、あさってね、YouTube ライブ、今頃ね、えー、やってると思いますんで、ご参加よろしくお願いします。それでは、バイバイ。